クッキングのコーナーへようこそ。おいでなんしょ、ふるさとの飯田弁だに。ちょっとカメラ揺れてますか？大丈夫かな。今スタートボタンを押すときにちょっと勢いが良かったかもしれません。さあ、いつもドタバタで適当に作っている、アッコクッキングのコーナーですが、そうです、ふるさとの、南信州飯田、千代のですね、千代福豚を今回も作っていきたいと思います。もう美しすぎるこの豚バラ肉、幸せが詰まっています。この豚バラを使って、そう、母がね、もううちのすぐ近くで採れた、はい、タケノコを送ってくれたので、豚しゃぶ、ちょっと待って、タケノコと豚しゃぶの中華風サラダを作っていきたいと思います。材料はそうです、千代福豚とこのタケノコを一緒に茹でましょう。そして、サラダです。ちょっと余っていました、新玉ねぎと、ちょっと、わかめがねいいかなと思って、ちょっと増えるわかめちゃんを増やしたいと思います。これね、水で戻す。そして味付けは、はい、基本的に料理をしないので、今日は冷やし中華の素、これやっこにかけたりしても本当に美味しいので、今日はちょっとサラダ感覚で、もうあの味ぽんか迷ったんですけど、冷やし中華、これは北海道、札幌の冷やし中華スープ、北海道与市りんごのほっぺ冷やし中華の素を使っていきたいと思います。ちょっと、はい、お湯が沸いてまいりましたね。ちょっと顆粒だしを入れて茹でていきます。この、タケノコはね入れたことないですけどどうなるやら。いや、まあ、なんとなくいや、美味しいですよ、そりゃだって。ですから今日はもう、南信州の香りのいっぱいする、よいしょ、はい、もうね、油が甘いの、強く言うか、油が甘いんです。こちらを使っていきます。ちょっとあのタケノコは下茹でももちろんしていないので、もう薄く切って茹でます、一緒にね。そんなにえぐみはないと思うよ。ね、よく私は米の研ぎ汁で茹でたりしますけど、たけのこご飯も美味しいし、もね、お味噌汁入れても煮物にしてもしないけど何にしても美味しい、こう旬のものでございます、山のもの。さあ、ちょっと、いいか、もう入れていくか、あのね、順番に取り出せばいいし適当です。では私のいい香り、さあ福豚を入れていこう。で、火を通している間に、はい、投入します。よいしょ、よし、もう豚の塊が入っていきます。よいしょ、もうね、豚しゃぶ今までも多分過去にももちろん登場してるんですけど、よいしょ、はい、もう全部入れちゃう。茹でておけば後でまた使えるし、それこそちょっと冷やし中華もね、あの具材に使ってもいいんじゃないですか。贅沢、ハムとかチャーシューじゃなくて豚バラ、豚しゃぶっていうか豚肉でもね、もちろんいいですよね。はい、じゃあちょっと火を通している間に、あ、そうだ、わかめわかめを戻すとか見ていけないな。どのくらいかな、どのくらいかな、どのくらいかな、まあ、適当です。よいしょ、適当に、これで小さいかな、増えるからね、わかめ増えますよ、便利ですよね。はい、ではちょっと置いておきましょう。でもって、はい、あ、そう、あれ、豆腐の紹介した、私材料忘れてたかも、まあいいや、言った
豆腐は水切りしてます。あの、ね、ちょっと木綿の方がいいかなと思ったんですけど、ちょっと絹しか、今冷蔵庫になかったので、はい、絹のね豆腐ですね。もう、はい、適当ですので、すいませんねちゃんと材料のね説明もなんかおろそかで申し訳ございません。こんな感じなんですよ、いつも。初めてご覧になる方はびっくりするかもしれませんね。これは料理動画ではありません。言い切るクッキングと言っておきながら、あんまり作らないので私が食べたいものをですね、作って、メインは飲むことです、はい、お酒を飲むことがメインで申し訳ございませんという感じなんですが、はい、ちょっと玉ねぎだけちょっとスライスしときましょう。薄めに、まあ、新玉なのでもうこのまま水にもさらさずいいんじゃないでしょうか。よいしょ。お肉そろそろだね。もうすぐ火が入りますからね。たけのこね、たけのこ茹でかけるのかわからないが、まあ適当です。よいしょ。はいはい、薄く新玉切りました。もうこのまま食べてももちろん美味しい新玉ねぎです。さあ、なんだっけ、そう、お肉を引き上げますよ。いつも段取りも適当ですか。そう、ザルに上げていきます。よいしょ、チェック。あ、もう十分。あー、うん、美味しそう。あ、まだだった。もうちょっとしゃぶしゃぶしないと。ちょっと固まってた。いい加減だなこんなんです、いつも。はい、しゃぶしゃぶして、うーん、そうですよ、豚しゃぶお鍋する時もね、またこのお肉が美味しいんだ。うーん、肉しい香りがちょっとなんかいいな、この豚のね。ちょっと多めに火を入れても硬くなりません、この福豚。もうちょっとだね、ちょっと赤いところがあるから、もう待てないから飲む飲みたかっただけっていう話。そうよ、飲みたい、飲んじゃう。金麦登場しました。定番の金麦を、はい、いただきながら、そうです、これはもう間違いない、金麦にも合います。さあ、今日は何点が出るでしょう。難しいんですよ、この泡が難しいの。ねえ、なかなか、ちょうどこのサイズね、まあ、赤ワイン用で売ってる100均でダイソーで買ったんですけど、あ、どうだろうな、でも悪くないけど84点。いただきます。乾杯。お疲れ様です。何もしてない、いただきます。金麦最高、美味しいです。さあ、あー、美味しい。すいません、もうほぼキッチンドランカーってやつですね、これね。いいかしら、そろそろいいかしら。ではそろそろ揚げていきたいと思います。もう一息、もう一息、もうちょっとだったらあげます。ああ、では、はい、お肉とたけのこを入れましたので、はい、揚げていきたいと思います。揚げて、水洗い、ちょっとね、油を落としていきましょう。油も美味しいですけどね、水で。よいしょ。今日はこの冷やし中華のタレでちょっといただいてみたいと思います。よいしょ。はい、水気をちょっと切りまして引くとか言っちゃう、はい、でもって、はい、
い、わかめ、わかめが増えてきた、増えてきました。これを絞って、本当すごいよね。何倍になるんだろう。わかめを絞ってね、冷やし中華にわかめも嬉しいんですよね。よいしょよいしょ。ちょっとね、トマトとかあってもよかったけど、トマトはい、はい、ということでちょっと盛り付けしていきましょう。どんな感じにしようか。ちょっと下にも、下に引く、はい、ここにそうですね、メインのちょっとタケノコを乗せて、でもね、豆腐見えなくなっちゃうもんな、お肉乗せたらな。うるさい。でもね、喋ってないとね、動画ですもんね。さあ、じゃあちょっとだけ、でもやっぱり乗せちゃう、福豚乗せちゃう。わあ、あ、思い出した、今思い出した、大葉、シソを入れます。そうそう、思ってたの。母が送ってくれました。これも、はい、実家の庭で採れた、はい、あのシソですね、大葉。そう、思い出してよかった。言ってくれて、あ、心の声。私が自分で思い出した。いや、どっかで多分お母さんが叫んでくれちゃったのかな。気づいた。だからこうやってね、材料説明しても。その材料じゃないし、そう、減ったり増えたりするっていうね、こういうことです。まさに最後まで見ないとどうなるか。よかった、気づいて。赤は無理だったけど、青、緑ですね、グリーンは間に合った。大葉、あー、いい香り。私、みょうがもね、家の庭で採れるんですけど、みょうがが苦手で、香りのものが三つ葉、みょうが、春菊苦手なんですけど、この香りのいい大葉だけは大丈夫なんです。大葉は大好きなんです。よいしょ、あ、いいんじゃないですか。あ、いい、すごいいい香り。あら、もうね、おそうめんに入れても最高ですよ。和風ハーブというか、最高の香りですよ。本当にいい香り、大葉大好きです。お肌にもいいしね。さあ、完成しました。なんだっけ、南信州千代さんですね。どれもたけのこと、千代福豚の中華風サラダ完成です。合ってる、タケノコと、いいのか、千代福豚の中華風サラダ一緒だ。ということで完成しました。こんな感じ。あ、やだ、かけてなかった。はい、完成前でしたね。完成にはこれをかけます。あ、でも取り分けてかけるっていう手もあるね。取り分けてかけよう。味がほら、他のでも楽しめるかもしれないから。ということで1回目とか、とりあえず完成です。たけのこと千代福豚の中華風サラダ。さあ、鶏皿で、じゃあとっと待って、ちょっと取りつつ、あ、これも以前ね、金麦をたくさん飲んで、貯めて、漏れなく当たるというもらったお皿ね。さあ、もうさっき洗った箸を使う。はい、豆腐も入れて、あ、ごまかけてもよかったか。とりあえず、はい、冷やし中華の素を今日はかけて食べてみたいと思います。おー、冷やし中華はね、
私ごまだれが苦手でして、もう醤油だれに限るね。大好きです。さあ、まあそっか、豚しゃぶからいった方がいいか。いや、たけのこからいこう。たけのこからいただきます。あ、うん、全然えぐみもない。新玉、おいしい。うん、中腹豚、豚バラ、やばい、なんか、うん、うん、あかもね。あ、もうこれは、おいしい。幸せです。ふるさとの恵みに感謝、両親にも感謝です。そしてご覧いただいている皆さんにも感謝です。ありがとうございました。今日もすいません、適当でドタバタで材料の説明もままならず飲んで食べるだけ、ご覧いただきましてありがとうございます。さあさあ、今日のポイントは、いや今日のポイントはね、いやちょっとね、このあえてのサラダですけど、この冷やし中華の醤油だれっていうね、ここがちょっと今日はいいポイントでした。千代福豚は何でも合うと思うんですけど、ポン酢でもなく、何でしょう、青じそドレッシングでもなく、ちょっとあえてのね、このちょっと私の大好きな冷やし中華といえば醤油だれ、これをかけていただいてみました。はい、中華風サラダになりましたよ。そして旬のタケノコを入れたことが最大のポイントかなと思います。ということで、あっこチャンネル、ぜひ、登録、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、演歌歌手飯田歌詞大使小沢明子でした。またね、バイバイ、また来週。